1914年内戦下の中国、各地で略奪と虐殺を続ける悪名高き北洋軍閥に包囲された平和の村、暴戦は降伏を迫られていた。我哋唔系奴隶，我哋系普城嘅主人，我哋越惊只会死得越惨。今男たちは立ち上がり、最強の用心棒が駆けつける。度肝を抜くアクションの連続、映画史に残る熱血と興奮、とてつもない面白さに満ちた痛快アクション巨編。こんな映画が見たかった。コールオブヒーローズ武勇伝。Hey, 大家好，我是洪金宝，你们一定要看这部《魏城》，《魏城》很厉害的。